ここがあのエンジンの組み立てのメインの部屋です。毎日あのモップで掃除して、あの埃一つない状態で作業できるようにしています。他の部屋とちょっと違うのが、こう断熱材を前面に貼って、あと扇風機が上に回って、あの温度管理してます。あのここは一年中20度、でもなぜ20度にしなきゃいけないかっていうと、こういった金属ものをマイクロメーターでミクロン単位で計測していると熱膨張が影響してしまうんで、あの JIS の規格でいくと、まあ20度固定っていうのがまあ基準なんで、この部屋は20度に調整できるようにしています。実際エンジンってあの温度が上がって回ってます。でもその温度が上がった状態、例えば80度90度で物を測ることって、あの計測器自体、人間自体が問題だから測れないですから、やはりそこから逆算して20度の時にこれくらいであれば、例えば90度100度の時にはこうなってるはずだ、まあそれは最終的に実験してばらしてとか、性能試験した時に性能が出た出ないで判断できますから、数字で最終的に判断していけば、あのその良し悪しっていうのはあの最終的に裏付けられます。まあそれはやはり1回2回じゃない、もう何度もやった、あのやはり経験値で、やっていかないといけない部分です。パイクスピーク6連覇した時のエンジンも全部ここで開発してました。まあそういったエンジンも全て中身の部品、まあ主要なこういったピストンも、ここで実験して、実際このピストンの形も全部ここで決めて、作ってました。ポートの形状が良くなってカムが決まってってなると、それ何のためって、やっぱりエンジンの中にどんだけたくさん空気を入れるかで、入ってきた空気をしっかり受け止めるのがこのピストンしかないんですよ。今まで、まあ、世界選手権、国内のダートラー、まあ、パイクスピークで、まあ、培ってきたものを、まあ、もうちょっと、まあ、商品化して進めようかなということで、改めてアルビ26だとかポルシェをあの始めてます。32から34までのアルビ26搭載した GTR のチューニングっていうのがまたこう見直されてきたんで、十数年20年くらい前にドラッグレースだとかいろんなのが流行った時のまんまの設計のものが売られてたり、我々もパイクスピークだとか世界選手権のラリーやる上で、やっぱり軽量化と、まあ、材料の見直しだとか、あとは最大あの何かというのは解析技術、我々がそのモータースポーツで得た技術をもうちょっとなんかこれにできないかなと、あのいうことで最近始めてます。埼玉県の三郷にあのやはりあの十数人でエンジンの加工の、こういったそのシリンダーのボーリングだとかね、あの、ヘッドのシートカットっていうんですけど、そういったその特殊な内燃機の加工をやってる部署があるもんですから、まあ、あのそこと、絡めていろんなことを今あのやり始めてます。まあ、鈴木だけじゃない部分でもちょっと登場する機会が増えると思うんで、車種専用でいろんなことは言ってますけど、基本的にはあのやっぱりエンジンというものがどうあるべきかっていうのは基本は変わらないと思ってますんで、あの参考になる部分があるかと思います。これも今あのお客さん の競技用のエンジンですけど、あれはエボテンの 4B11 っていうエンジンです。でこれもあの軽自動車のジムニーのエンジンもカプチーノのエンジンも、全国の店舗で、コンプリートエンジン注文入ると全部ここでこの環境の中で組み立ててますんで、あの安心して使っていただければいいと思います。部品を洗う専用の部屋がここにあります。もう汚れ物を洗ったりするのに同じ部屋でやらないようにあの専用の部屋を設けてます。あの流しは灯油を循環させてて、右側にある大きな箱みたいなやつはあのスチーム洗浄機って言って、あの大きな食器洗い機だと思ってください。かなり高圧で温度が上がります。あと奥に小さな箱があるやつは超音波洗浄機、まあ、そんなのを駆使してエンジンの部品をあのバラした時に、まあ、きれいに洗ってあの組み立てるようにしています。この部屋があの、ベンチテスト室と言います。あの今そこで組み立てたエンジンを、これもコンプリートエンジン含めてあの全部ここに、搭載して実際回して作動確認、性能試験をした上で出荷しています。我々が提供したエンジンは、ここである程度の
簡単な慣らしをして性能試験までして出してますから、実際お店で搭載した後は、もうそのまま走れる状態だと思ってくれて構わないです。ここにいろんなツール、パソコン並べて、ここほとんどコンピューターの解析、書き換え、データ作成、ここで一緒にやってますんで。